ケル・オーカーランド・レビットは、アメリカ合衆国の政治家。共和党に所属し、14代目ユタ州知事、ジョージ・ W ・ブッシュ政権1期目で10代目アメリカ、合衆国環境保護庁長官、ジョージ・ W ・ブッシュ政権2期目で8代目アメリカ、合衆国保健副市長官を務めた。1951年2月11日に、アメリカのユタ州、シーダーシティにおいて誕生した。 1973年に南ユタ大学を卒業し、経済学の学士号を取得した。1992年にユタ州知事に選出され、デビットは2002年まで11年連続でユタ州知事を務めた。また1996年の州知事選挙において圧倒的大差で再選した。デビットは2000年の州知事選挙でも勝利し、ユタ州史上2人目の参戦知事となった。 レビットは地域会議や全国会議においてリーダーシップを取り、1996年の州、知事評議会では議長を務めた。レビットはコロラド州のロイ・ローマー州知事と提携し、ウェスタン・ガバナーズ大学の創設を主導した。ウェスタン・ガバナーズ大学の創設に際しては、レビットとローマーを含む19州の知事が関与し、非営利的な私立大学として創設する立法に、 署名を行った。ウェスタン・ガバナーズ大学は、アメリカ史上初の完全オンライン授業の大学として発足した。環境保護庁長官への就任先生を行う、レビット2003年8月11日、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領は、コロラド州オーロラでの記者会見において、レビットの環境保護庁長官起用を発表した。 上院での承認投票は2003年10月28日に実施され賛成88票、反対発表で承認された。2003年11月5日、レビットはユタ州知事を辞任し、10代目環境保護庁長官への就任宣誓を行った。保健福祉長官への就任宣誓を行うレビット2004年12月13日、レビットは ジョージ・ダブル・ブッシュ大統領から保健副市長官として指名を受けた。レビットは2005年1月26日に上院の発生投票で承認を受けた。レビットはアメリカの安全に関する最大の脅威として鳥インフルエンザを指摘した。レビットは世界保健機関のマイケル・マッコイ博士の研究を引用し鳥インフルエンザは 科学的研究を要する最大の懸案事項であると述べた。デビットは保健副祉長官として国土安全保障諮問評議会にも参加した。ありがとうございます。